はい、皆さんこんにちは。スペースビズ編集長の太田です。いかがお過ごしでしょうか。宇宙ビジネス超入門者向けに世界や日本で起こった宇宙ビジネスのトピックニュースを一つご紹介します。号外ニュースになりますが、本日は新型宇宙船スターライナー無人飛行試験を終え帰還について述べますね。5月下旬にボーイング社の新型宇宙船スターライナーは国際宇宙ステーション ISS に約5日間滞在後、米国西部ニューメキシコ州の砂漠地帯に着陸し帰還しました。今までに ISS との往復に成功した民間宇宙船はですね、スペース X 社のクルードラゴンとボーイング社のスターライナーだけとなります。スターライナーは2019年の無人飛行試験では ISS に到着できず、2021年の夏には燃料バルブの不具合で試験が延期されていたんです。今回の成功を受けて、早ければ年内にも宇宙飛行士を乗せた有人飛行試験が行われる予定となっています。米航空宇宙局 NASA は2020年から ISS を往復するサービスを開始したスペース X 社のクルードラゴンと同様に、ボーイング社のスターライナーも ISS までの輸送手段として認定し実用化したい考えのようです。なお、スターライナーは帰還時に海に降りるクルードラゴンとは違い、パラシュートで減速しエアバッグで衝撃を緩和して着陸します。スペースシャトルが2011年に退役してから、民間企業主導で後継機開発のめどをつけたのは素晴らしいことですよね。ご清聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。上にマークでお願いします。